今回ご紹介するのはこちらユーロスタイルキーボードケース、大人気の手追いストラップ付きのモデルがパワーアップして再入荷しました。前回は背負いストラップと手持ちの2タイプでしたが、今回はお客様のご要望が多かったショルダーストラップが追加され、肩掛けで移動もできるようになりました。ショルダー部分はこのように肉厚なスポンジが入っているので、重い機材を背負っても肩に全く負担がかかりません。ショルダーストラップとして使用するときには、この背負いストラップが邪魔にならないように収納が可能、これでスマートに持ち運ぶことができます。ショルダーストラップも外すことができるので、背負いの時はショルダーストラップを外して使用できます。前面にはメッシュのポケット、大口のポケットがついており、ケーブルですとか様々な小物が収納できます。内装は蛍光レンジを使用しているので、暗いところでも目立ちます。ゴムの足がついているので、地面に置いても衝撃なども吸収してくれます。使用している生地は軍事スペックで丈夫、撥水生地、防水ファスナーを使用しているので、雨の日も安心して機材を持ち運べます。ではどれぐらい撥水効果があるか実験してみましょう。では水をかけて撥水効果を試してみます。このように雨が降ってきても撥水して問題ありません。では中に水が入っていないか確認しています。こちらポケットの部分にも防水ファスナーを使用しているので、この中ももちろん全く濡れていません。防水ファスナーなので中に水入っていません。このように中には全く水が入ってきていません。ただし完全防水ではありませんし、十分に注意してください。内装は今回このように蛍光レンジを使用しております。機材の固定用にこのようにベルトもベルクロ式で付いています。付属品として小物入れのポーチも付いていますので、簡単なケーブルですとかそういったものはこの中に収納して使えます。では耐久性をチェックしてみましょう。大切な機材を持ち運ぶにあたって、ベルトの部分がどれぐらい強度があるかを確かめてみたいと思います。このように70キロの僕がぶら下がっても大丈夫です。このようにぶら下がっても全く何ともありません。これだったらかなり重量のある機材を持ち運んでも大丈夫です。今回ご紹介しましたユーロスタイルキーボードケース、撥水生地、防水ファスナー、軍事スペックの生地を使用した丈夫な作り、スリーウェイで持ち運びも楽々です。今なら限定価格で大好評販売中です。よろしくお願いします。